クレマングルニエはフランスアルデシュ県アノネー出身のサッカー選手、スタッド・レンヌ所属。ポジションは MF。2002年にオリンピックリヨンの下部組織に入団し、2008年17歳でトップチーム昇格し3年契約を結んだ。2009年9月26日、トゥールーズ FC 戦で試合終了5分前にプロデビューを果たした。 2010年10月27日パリ・サンジェルマン FC とのカップ戦で初めて先発出場を飾る。その3日後にはリーグアン &FC 訴訟との試合に出場し UEFA チャンピオンズリーグの SL ベンフィカ戦ではベンチ入りを果たした。2011年に就任したユース時代のコーチだったレミ・ガルドが監督に就任後は出番が増え2012年4月10日の カップ戦がゼレクアジャクシオ戦でプロ初ゴールを記録したが、シーズン終了後放出を噂された。しかし同じポジションのヨアングルキュフが負傷した点や、レミガルド監督の要望もあり残留した。2012から13シーズンのリーグ戦で9月1日、バランシエンヌ FC にヨアングルキュフが負傷していたため、出場機会を得て2ゴール1アシストと活躍し、 チーム内での立場を確立した。この年は、放出候補から一転し、計35試合で7ゴール8アシストとリング戦3位に貢献した。特に、モンペリエ戦で93分に決めたゴールや、ニース戦では34メートルからのフリーキックを決めたことから、同じイオンに所属したジュニー・ニョペルナンブカーの以来の名手として比較された。 2013年7月11日に2016年まで契約を延長した。2017年、AS ローマにレンタル移籍した。2018年1月31日、EA ギャンガンに移籍した。2018年7月24日、スタットレンヌと3年契約を結んだことが発表された。2008年の UEFAU-17。17 欧州選手権に出場し準優勝した。2010年時刻開催の UEFAU-19 欧州選手権では優勝した。2011FIFAU-20 ワールドカップではチームの4位に貢献した。2013年5月29日南米遠征の際に離脱したサミルナスリの代役として A 代表に初招集された。ウルグアイ戦で初キャップを記録した。 http://cari.jp インデックス php ニュース11520フランス2 0 1 <S 2 8 2 <S 2オルハットローマリヨンのフツ代表 MF グルニエ獲得買取オプション付けのレンタルサッカーキング https://www.soccr-king.jp スラッシュニューススラッシュワールドスラッシュ ita スラッシュ20170129スラッシュ5 4 7 2 4 7 h t m l 2 0 1 8年7月25日閲覧クレメント、グルニエ・キンギャン・ペイズ。エンアバンデギャンガン、https。 www.eguinp.com クレメントグルニエ・ギンギャンペイズ2018年7月25日閲覧クレメントグルニエ・レナイズスタッド・レナイズ FChttps www.staydarnize.com クレメントグルニエ・レナイズ2018年7月25日閲覧ありがとうございます